おっす、俺は YouTuber マフィア梶田です。ポケモン石丸一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はスターオーシャンアナロネシスをやっていきたいと思います。はい、こちらですね、はい、私マフィア梶田と、はい、次の中村雄一さんで、はい、スターラジオーシャンアナロネシスという宣伝ラジオをやってました。やってますね。文化放送で、毎週水曜かな、はい、放送してますんで、ぜひ興味があればチェックしてもらいたいんですけれども、はい、このスターオーシャンアナロネシスというゲームはですね、はい、まあ、そのものズバリ名作ゲーム RPG シリーズ、うん、スターオーシャンの、まあ、最新作、うんうん、でなおかつスマホアプリ、うん、ということです。はいはいはい。でその特徴がですね、まあ、今画面に表示されている通り、これはスターオーシャン5のビクトルというキャラクターなんですけれども、はいはいはい、これまでのシリーズのキャラクターが総登場し、で味方にして、戦っていけるという、なるほど、いわゆるまあお祭り系に近いのかもしれないですね。でまあオリジナルストーリーもありつつ、イベントミッションなどありつつ、うん、でさまざまな要素があるんですが、基本はアクションゲームです。うん、まあスターオーシャンの戦闘を、昨今の近年のスターオーシャンシリーズをプレイしている方は分かると思うんですけれども、まんま、そのスターオーシャンシリーズの戦闘に近い感覚で楽しめます。素晴らしいですね。でちょっと実際にオレンジがプレイしているところを見せていきたいと思うんですけれども、はい、今なんかしかもコラボが来ているんですよね。今バルキリープロファイルとコラボミッションが来ています。まあ、特徴としてこのバルキリープロファイルもスターオーシャンも、まあ、同じ動画作ってるんですよね、うんうん、だからそれで今回このゲームはスターオーシャンというタイトルついてますけれども、どうやら、まあ、スターオーシャン限定というわけでもなく、うん、どうやらいろんな作品からゲスト参戦があり得るという話を聞いてます。面白いですね。なのでちょっとせっかくのブラッドバルキリー、はい、前回バルキリープロファイルのイベントに行ってみたい。じゃあそれマルチプレイ開始で、はい、ああ来た、2人ともディフェンダーという何とも言えないバランスなんだけれども、これもまたおかしいですか。これほっといたら入ってくる人もいるかもしれないけど、うんうん、初級は入ってこないからバトル開始でいいや。これいきます。ホストから2人補充されるし、で、まあ、俺の最強キャラ島田がいれば勝てるだろう。多分やたら押してますよね。いやいや、もう島田はこのゲームにおいて最強だ。最強と信じて疑ってないからね。なんかもうすごい、カリオさんと、おお、すごい、やっとなるよ。こんな感じで出てくるんだ。で、まあ、戦争はこんな感じで、派手で攻撃をかかる。で、スキルを発動したり、クリックで回避したり。戦闘の特徴としてはキャンセルボーナスというのがあって、それぞれ違うスキルを交互に使うとパーセンテージが 100%、150%、100%、300%で上がっていくんですよ。で、その分攻撃力も上がされるんです。割とスキル3と連続で違うの。そうなんで、その最適なスキルの組み合わせはキャラクターによって違うから。あ、そうなんだ。しかもこれ技とかも全部ダッシュキャンセルなんで、肌の場合、総火山、総火山、総火山からの極小が一番そう、そんな細かくここはなんかすごい、あ、面白い、この感じ。この下になんかエリアが出て受ける感じ。そうね、ここめっちゃルピリはちょっと高いから。あ、当たる、あ、当たる、スキンパンがめっちゃ食らってる。で、今、あ、死んでんじゃん、お前ね。本当だ。ラッシュコンボが溜まってんだけど、はい、肝心のビクトルが溜まりきってないから、ビクトル溜まりきってから使いたいんだけど、これはあれですか、攻撃当てないとダメですか。そう、攻撃当てて、スキルもちゃんと当ててっていう感じ。長押しするとチャージで相手に突撃をかましてスキルを発動するから距離を生きる。へー、スキルでキャンセルボーナス出したい回数が得じゃないかという場合は、これで一気に近づいて。なんていうか、惰性で動く部分があるのが調整が難しいです。だから、まあ、単純に攻撃ボタン連打してれば敵の方向向くから、あんまり気にしなくてもいい。あれ、なんか
柱が先から出てきて、範囲攻撃が。ああ、範囲攻撃。あれを避けるときに、そっか、位置取りが。そこら辺は慣れた。ですね。すごい。ほんと。あらら。あらら。結構、こうしようと思うかな。だんだん避けるような。よく見たら一人ゲストが参加してるね。あ、マジですか。本当だ、ゲストが参加してる。あー、めっちゃ食らってる。ちょっと知らないな。あ、自分死んだらどうなんですか。死んでも、続きはするけど、せっかくラッシュコンボ使おうとしてる。あ、捕まった。じゃあラッシュコンボ俺は一番早めに発動するから5番目っていうことで死んで、3番。これ俺のキャラクターだなっていう。あ、そうなんだ。俺のキャラクターが一人いるんだ。ああすごい。でこれで本当は4まで続けた方が一番強いんだけれども、ほら本当だ、200%になった。最初に2倍強くなった。じゃあこれ強い薬草のケツに持ってきた方がいい。そうそうそう、こういう高いやつケツに持ってくるのがいい。素晴らしい、倒した。激しいやないか戦闘。こんな感じでマルチプレイは楽しい。すげえ、このグラでこのヌルヌル感半端ないな。あ、グラは多分今のスマホゲームだから最高。いや、ほんとそうっすね、うん、マジやばいこれは。まあ、その分バッテリー消費も激しい。まあ、そうっすよね。だからグラに関しては本当に素晴らしいデッキです。あー、ほんと最高です、ね、というわけで、まあ、戦闘はこんな感じなんだけれども集中しちゃった。はい、あとはまあメインストーリーがあったりとか、うんうん、そしておなじみのガチャ。はい、じゃあガチャせっかくだから引いてみようか。行きましょうか。今ね、バルキリープロファイルのピックアップキャラクター来てるんですよ。でちなみにお前チケット持ってるから星4キャラは今無料で引けるけど、試しにそっちも引いてみた。一番下っすか、うん、これ島田出たら大当たり。島田、チケット2個あるしかも。じゃあまずチケットからいきます。お前すでにビクトル持ってるからぶっちゃけいらない。まあタイプは違うけど、これ今そのなんていうんですか、うん、タイプ的なところだと結構こいついいぞみたいにいたりするんですか。え、何キャラ性能の意味で。そうですね、うん、基本、うん、星5レアはみんな強いよ、うん、おお、なるほど。でもこのゲームの面白いところは星5レアだけで勝てるかっていうところがあって、まあ、たまに星4とか星3で、うん、まあ、ドンピシャなスキルを持ってるんですよ。へえ。試練の塔っていうのがあるんだけれども、あ、さっき言った一人用の、はいはいはい、それって結構あの定期的に条件が変わって、うんうんうん、麻痺、氷結、うん、呪いとか、うん、状態以上かましてくる敵だらけになるんだよ。へえ。普通にプレイしてるとその状態以上がこのゲームめちゃめちゃ強いから、はははは、もう一瞬にして負けるわけね。なるほど。そういうのに耐性のあるキャラクターを相手に入れたりとかするわけよ。なるほどね。2回目のものを導く。これって星4、絶対星4。これは絶対星4かな。る星5になるとこの出てくる輪っかが、うん、あの虹色になる。へぇー、輪っかの星で。俺に任せと決定。これ性別が分からない、女性かな。男、男か。あ、持ってた、限界突破。煙突だね。まあこんな感じで星4は煙突していくんだけど、これ煙突最大まで行くと、うん、限界突破アイテムになる、はあ、はまった分も。へえ。じゃあ他のやつに回せる。そう。なるほどね。じゃあバルプロの行きますか。だからバルディープロファイル行こうか。レナスとシルメリアは当たり、うん、まあ10連ガチャ5000で1回ガチャが500で、うん、実はこれ得点ってないのよ。あ、10連に対する。なるほど。常連は本当にただ単に10回一気に引けるってだけで、うんうん、時間短縮、普通にレア度が上がったりもしないし、うんうんうん、だから俺は単発強もそうだし、うん、連続10連強もそうだし、うん、あんま関係ない。なるほど。お好みだね。じゃあまあせっかくなんでバンバンいきましょうか、10連で、うん、でいっ。そう、演出もさっきのやつ薄すぎなのかな。いくぞ。そう、これで虹色のやつが出れば星4が4、2いる。こっからなんか変化はないんですかね。ない、力の現状は。いい感じ。レア。さあ、行きますよ。レア。マビヌ様、
登場だぜ。あ、このゲームは面白いところ、シリーズにおける敵キャラとかも味方になる。うん、僕だって強くなれるんだ。で、島田とかももともと敵キャラだった。へー、星の海へ旅立とう。レア、スーパーレア。この力だ、仲間の助けになるならば。レア、力がみなぎってくるぜ。顔はどこ？仮面かぶってる。仮面か、ああなるほどね。いわゆるザコキャラだよ。ザコキャラの味方に引きだよ。顔も映してもらえないの。私でお役に立てるのであれば。すごい、中性的な人多いですね。我々にイケメンが多い。あ確かに。適当に頼むよ。パンパン、尻尾ついてるし。多分ブサイクのキャラクターが今のところ島田くらいしかいない。やめたれや。島田。中学なおっさんは島田しかいないもんな。その点においても島田、それだけモデリングは独立してるから。なるほどね。結構なんか面白いキャラクター、特徴的です。もう一回言ってみるか。20番目でい。さあ、腰5は出るかな。さあ、26こい。我に従え。あー、腰4は随分多いな。確かに、はい、キュピン。まあ、ぶっちゃけ俺星4の島田を最大までこうやって使ってるから、うん、星4でも十分強い。なるほど。お待ちかね、ウェルチちゃん参戦。ウェルチだよ。ウェルチ、あ、さっきパーティーやってたやつ。こいつだけはシリーズ通して全部に登場する。そんなのもいるんだ、キャラクターで。アイテム屋的なポジション。あー、はいはいはい。お、ウェルチちゃん参戦。伝統しまくる、ウェルチ。バビヌ様登場だぜ。見た目に反して声は結構ダメ声だ。私にお任せください。お、今の結構使います。エロい。何の感想やね。お、コロフだと思ったわ。よし、頑張るぞ。計算符です。へー、よろしく頼むっす。結構出るね彼。あ、でもいいのか、幻突しても幻突だぜ。変わるから。ちなみに、こいつは星4の集団からだいぶ使える。あー、なるほど、このミラさん。あー、状態では強いと言われている、うん、なるほど。さあ、あー、こうやってモデルも見える。すごいなー。あー、すごい細かいな作り。いや、それは4のキャラクターだね。へー、どじ。さあ、3度目の正直出るかな。行くでしょう。レナスさん、マルキープロファイルのキャプター今強いから引いとくと楽になるけど、ね、レナスさん来なさい。そう簡単には来ないな。しゃあなしやね。この力だ、仲間の助けになるならば。ネット体験が集まったと思えばまだ1回も集まってないけど。これ星さんが幻突限界まで行っても相手もらえる。どん、全てのキャラクターを幻突できるってことは。ああ、それぞれランクがあって、低いやつほど数が必要になる。なるほどね。全員に使える。はい、私にお任せください。何でしたっけ。わきがえる。でも強いよ、今の子。ああ、そうなんですね。行きますよ。よし、頑張るぞ。人が増えてきた。よろしく頼むっす。次にこいつ。あ、まだか、3か。星4のキャラクターは限界突破5が限界。なるほど。星5キャラクターは10まで限界。あ、なるほど。タイネーム、すごい名前だな、タイネーム。いや、そう。あ、いいですね、断髪の方の感じ。結構使ってる人多い。へぇー、マルチもよく見かけます。へぇー、星4の中ではかなり使える。なるほど。まあ、なかなか。あと1回引ける。これ出たらすごい。来いよ、虹来いよ。で、虹来るわけ。うっ、かのものを導け。虹が見える。キュピーン。へぇー、そうはなくない。力の高まりを感じます。あー、電気ついちゃった。そう甘くはないさ。せやね。はい、なくなりました。でもあれですよね、すごいマルチとかでももらえるし、結
構ゲーム内もクリアしていくとどんどん溜まっていくじゃないですか。溜まるね。はい、なんでまあ溜まりつつね、また回してぜひ集めたいと思います。かなり序盤は、うん、ゲーム的に問題かもしれないんだけど、うんうんうん、課金するとこが見つかんないって言われるレベルで石がもらえる。俺も最初しばらく遊んでた時にこれマジで課金するタイミングねえなっていうぐらいにでもぶっちゃけ現状でも石が余ってる。へえ、3万個ある。すげえすげえ。あんまり目当てのキャラ引いた以降あんまり引かないっていうのもあるんだけれども、だからここぞという時に石を投入できるのはこのゲームのいいところ。なるほど。ただその代わり武器ガチャとキャラガチャ分かれてるから、うん、そうか、武器もありますね。武器ガチャは3000だからそのあたりうまくやりくりするのがポイントかな。なるほど。ちょっとじゃあ石を貯めてその辺バランスを引いてみたいなと思います。また機会があれば、はい、取っていこうかな。そうですね、はい、という感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画でバイバイ。